総裁選をやってもです、ね、残念ながら自民党と立憲民主党の国対委員長が会談し野党側はパラリンピック後の来月7日から10日間臨時国会を開いて新型コロナに対応する予算措置などを議論するよう求めました。 与党側は来週中に回答する考えです開会することになれば菅総理が衆議院の解散に踏み切るのではという憶測を呼びそうです。